今回は NB ロードスターのフロントバンパーを外していきます。フロントバンパーはちょっと商品にならないので、簡単な外し方、フェンダーヘッドライトを外すのに参考にしてもらったら、簡単に説明していきます。まず取り付け部ですね、10mm、これは最後に外します。ここですね、ホースメントにクリップで、このグリルですかね、こいつちょっと位置が変わってますが、本当はもっと中に入り込んでるのかな。でこのピンで3つ止まってます。であとはフェンダーライナーですね。で下っか、ここは3本8ミリかプラスですね。で反対側もあります。でフェンダーライナーのここは外しちゃった方がいいですね。ここ外すとここにちょっとプラスのネジが見えてるはずです。反対側も同じですね。もう結構外れてる部分がたくさんあるので簡単に遠目で外していきたいと思います。まずクリップはね、基本的にこのプラス、まずクリップと回してもらったら浮き上がります。あとは抜くだけです。ここがそうですね。でここ3本ずつ左右ついてるんですが、これは簡単にプラスか8ミリで外していきます。まずこのホースメントについてるところから、これはね結構キュッキュッと硬いので、もう少し隙間が空いたらここの隙間にガチッと入れて抜いてもらった方がいいですね。でここのピンは本当はバンパーとくっついてるんですが、3箇所あるんですが、こことここをふっと押してもらったら外れます。大概割れますね。ここは3つとも新品を注文してた方がいいと思います。外していきます。3本ずつ外していきます。ホースメントの引き抜くクリップが2つ、このつまむと割れるピンですね、これ3箇所、
下は、とりあえずプラスドライバーが3本ずつ。でこっちが外れてますが、とりあえず3つと、まあ、ここを外してた方がこのプラスが見えやすいですね。まあ、外さなくてもいけると思いますが。このピンはもうついてるピンと違うので、で、まあ、ここ外すなりここ外すなりですね。空回りする場合もピン割ってもうた方が早いと思います。ここですね、今ちょっとね電気が照らせないので、ここをまあ外してからいきます。こんな感じのピースです。左右外れました。で、初めに説明した。5ミリですね。4。次に、この白いやつ、これはもう、外れてますね。で電気型は、フェンダー側に丸っこい粒があり、こっち側に受け側があります。だから引っ張ってもらったら、簡単に抜けます。で、バンとスライドさせても抜けます。後期の場合は、リテーナーですね。ガチッとここにはまるリテーナーがついているので、前にスライドした方が外れます。外れました。バンパーの状態が悪いので、ナンバーフレームだけ販売します。まあ、こんな感じですね。多分ひび割れとかがないので、以前に1回変えてると思います。これは販売していきます。商品確認してください。このフロントバンパー、欲しい人が入れたら電話もらったら
これがまあ最終バラバラになるまでは一応置いときます。次はまあヘッドライト、ホース面とフェンダーの外し方の動画と商品、確認ですねをやっていきたいと思います。